こんにちは、もぐら会長の助手のもぐみです。今回ご紹介するのは菊竹清君邸のスカイハウスです。動画をお楽しみください。ちなみに当チャンネルでは一級建築士試験の出題建築物の紹介や過去問いの解説、建築の豆知識などを取り上げています。一級建築士受験者だけでなく建築学生や建築に馴染みのない方にも楽しんでいただける動画を制作しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。1958年に建設された菊竹清君邸のスカイハウスは革新的な建築デザインの傑作として知られています。この独特な住宅は4枚の堅固の壁柱によって支えられた正方形の主室を空中に浮かせるように設計されており、その上には HP シェル総局放物面シェルの屋根が優雅に覆いかぶさっています。この構造は自助から切り離された生活空間を創出し新しい住居の概念を提示しました。スカイハウスの革新性はその構造だけでなくムーブネットと呼ばれる画期的なシステムにも現れています。このムーブネットは住宅生産の工業化の利点を最大限に活用し、キッチンや浴室などの設備ユニットを必要に応じて更新したり位置を変更したりすることを可能にしました。これにより居住者のライフスタイルの変化に柔軟に対応できる極めて適応性の高い住空間が実現しました。さらにスカイハウスはメタボリズムという建築思想を体現しています。メタボリズムは都市や建築物を生物のように捉え、時間とともに成長し変化し新陳代謝するべきだとする革新的な考え方です。スカイハウスでは一辺約10メートルの正方形平面に均質な生活空間を配置し、その空間と屋根を4枚の壁柱で支えるという大胆な設計によりこの思想を具現化しています。この先見性に富んだ設計アプローチは建築の柔軟性と適応性を最大限に引き出し、時代とともに変化する居住者のニーズに応える住宅の在り方を提示しました。スカイハウスはその革新的なコンセプトと美しい外観により現代建築史に重要な足跡を残し、今なお多くの建築家や建築愛好家を魅了し続けています。菊竹清君は西洋建築の影響を色濃く受けた福岡県久留米市で生を受けました。この環境は後の彼の革新的な建築スタイルの形成に少なからず影響を与えたと考えられています。1944年、16歳の若さで早稲田大学専門部国家建築学科に入学した菊竹はその才能をいち早く発揮し始めます。在学中から建築コンペティションで頭角を現し複数の入賞を果たしました。これは彼の創造性と技術力の高さを示す証左となりました。1950年に大学を卒業後、日本の建設業界の巨人である竹中工務店に入社。ここで実務経験を積み建築の実践的な側面を学びました。1952年には日本を代表する建築家の一人である村野東吾氏が主催する村野森建築設計事務所に移り、さらなる研鑽を積みます。そして翌1953年、わずか25歳で自身の設計事務所菊竹清君建築設計事務所を設立。これは彼の独創的なビジョンを追求する上での重要な一歩となりました。1960年代後半から1970年代にかけて菊竹は黒川紀章らの先進的な建築家たちとともにメタボリズムという革新的な建築思想を提唱します。この画期的な思想は建築や都市を生命体のように捉え、有機的な成長、絶え間ない変化、そして環境への適応という概念を建築設計に取り入れるというものでした。メタボリズムは日本初の独創的な建築運動として世界中の注目を集め、現代建築の理論と実践に多大な影響を与えました。この思想は固定的で静的な建築観を覆し、建築物を動的で進化し続ける存在として再定義しました。その後菊竹は建築家としてだけでなく影響力のある教育者としての側面も持つようになります。早稲田大学理工学部講師を皮切りに千葉工業大学教授、そして母校である早稲田大学理工学総合研究センターの客員教授を歴任しました。これらの教育機関での経験を通じて菊竹さんは次世代の建築家たちに自身の豊富な知識と実践的な経験を惜しみなく伝授しました。彼の講義は単なる技術的な指導にとどまらず、建築哲学や創造的思考の重要性を強調するものでした。このような教育活動を通じて、菊竹さんは日本の建築界に多大な貢献をし、その影響は現在も多くの建築家たちの作品や思想に見られます。菊竹清君の国際的な評価は、長年にわたる革新的な建築活動によって築き上げられてきました。特に2000年にユーゴスラビア・ビエンナーレで特別賞を受賞したことは、彼の功績が世界的に認められた重要な転機となりました。この受賞は菊竹の独創的な建築思想と実践が
国境を越えて高く評価されていることを如実に示しています。彼の作品は日本国内だけでなく、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界各地の建築家や批評家から称賛を浴びており、現代建築における彼の影響力の大きさを物語っています。東京都文京区に位置するスカイハウスは1958年に竣工した菊竹清君の自邸として広く知られています。この画期的な建築物は菊竹の革新的な建築観を具現化した代表作として建築史に深く刻まれています。スカイハウスの最も特徴的な点はその独特な構造にあります。重厚感のある正方形の生活空間は4本の堅牢な鉄筋コンクリート製の壁柱によって支えられ、まるで空中に浮かんでいるかのような印象を与えています。この大胆かつ優雅な構造は自助から切り離された新しい生活空間の概念を提示し、従来の住宅設計の常識を覆すものでした。スカイハウスの内部空間はその外観に劣らず革新的です。従来の住宅設計で一般的だった固定的な間仕切りを排除し、開放的で流動的な空間構成を採用しています。この柔軟な空間設計により居住者のニーズや生活スタイルの変化に応じて容易に空間を再構成することが可能となっています。特に注目すべきはムグネットと呼ばれる先進的なシステムです。このシステムは廊下に沿って配置され、キッチン、浴室、収納スペースなどの生活に必要な機能ユニット、必要に応じて取り替えたり移動したりできるように設計されています。この画期的な発想により、住宅内部の空間が固定的なものではなく時間とともに進化し適応していく有機的な環境として捉えられています。さらにスカイハウスの独創性はその独特な増築方法にも現れています。菊竹は建物の完成後でも新たな空間を追加できるよう居住階から空間のカプセルを吊り下げるような増築方法を考案しました。この革新的な設計アプローチは建築物を性的な構造物としてではなく時間とともに成長し変化する生命体のように捉える菊竹の建築哲学を具現化したものです。この考え方は後にメタボリズムとして知られる建築思想の先駆けとなり、日本の現代建築に大きな影響を与えました。このように生活に合わせて柔軟に増改築できるスカイハウスは菊竹清君が提唱するメタボリズムの理念を体現した先駆的な作品です。メタボリズムとは都市や建築物を人間の身体のように捉え、環境の変化に適応し成長し新陳代謝を繰り返す有機体として設計するという革新的な建築思想です。スカイハウスはこの思想を実践的に表現した象徴的な建築物として現代建築史において極めて重要な位置を占めています。その独創的なデザイン、柔軟な空間構成、そして未来を見据えた設計思想は半世紀以上が経過した今日においても世界中の建築家や建築学生たちに新たな創造の可能性を示唆し、絶え間ない刺激と影響を与え続けています。スカイハウスは単なる住宅としてだけでなく建築の未来を探求する実験的プロジェクトとしてその先見性と革新性が高く評価され現代建築の発展に多大な貢献をしたと言えるでしょう。以上で今回の動画は終了です。いかがでしたでしょうか。他にも建築の歴史やトレンドなどを取り上げていますので、ぜひ他の動画もご覧ください。この動画が良かったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。